もしもし、聞こえますか？マイコンチェックワンツーワンツー、睡眠不足の現場から直通、クボナスナー、ガチャの確率、卓越した引きの強さを見せます。てか何言ってんの俺、みたいな感じで始まりました。はい。いやー、トレチコとレアルマドリード来ましたね。僕、デン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 、デン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 、出ちゃうの、デンデンデン、ジョアン・ヘリックス出ちゃうの、デンデンデン。出しちゃいますか？どうすんの？エルモーソ。エルモーソ、エルモーソ強いんすか？ジョレンテ。ヘナン・ロディ。ヤン・オブラク。いや、どうしようかな、マジ。いや、マジどうしようかなって。そんなの、運次第って感じですよね。いや、ベンゼマ、なんか、最強版ベンゼマですよね、98。ルカ・モドリッチ。ルカ、みんな結構、最強版なんですか？ベールとか。もう全然わかんないんだけど。バラン。いや、バラン欲しいなぁ、マジで。まあ、とりあえず、行きますわ、アトレチコ。いや、レアルガチャから行きます。さて、一発目は、誰でしょうか？黒玉ですね。10番。いや、これは、まさか、モドリッチじゃないですか。モドリッチ来ました。え、当たりっすかこれ。当たりですね、まさに。スペシャルコインももらって、いや、さてどうでしょう。あ、これは煽りの天才、フルパフォー煽りの天才、セルフラモスじゃないですか。あーで、強いのかな。僕持ってるけど、レベマのラモス乗り換えた方がいいんですかね。どうなんだろう。今週ってガチャ引くと育成のあれもらえるからいいですよね。いやー、ラスト。バラン、隠れ、バラン欲しいっすよね。左足、ゴルファーじゃないですか、これ。まさか。ミンゴル、最近、ミンゴル配信したから、ゴルファー来ましたよ。ガレス・ベール。ギャレス・ベール。ゴルフのナンバーワン、目指そうかな、みたいな。何言ってるかわかりませんけど。いや、ベール強いのかな。ベールいいっすよね。いやー、アトレチコ。ジュアン・フェリックス、フィジカル弱いけど、なんか、あ、オフェンス点数が、なんか、95か90になったらしいですけど、欲しいなぁ。総合値100っすよね。あ！これやばくないですか？ロングソックス7番。クリスチャン・ロナウドの高級車？まさかの、やってました、ジョアン・フェリックス。いや、デッキゲームって感じ？やばすぎですね。いや、引いちゃった。いや、すいません。いや、でも育成するのがめんどくさくないですか、もう。いや、無理だわ。お金がもったいなすぎる。レベマ。レベマ、いや、無理だなぁ。マジで。ジョアン・フェリックス、でもフィジカルが弱いのが70いくつだし。70代なんかちょっと欠点ですよね。トップ下に置くの。でもトップ下が一番適正ですけど。10番。いや、レアルとアトレチコ両方とも10番。アンヘル・コレア、アンヘル・コレア、アルゼンティーナ。スパサブついてないんだっけこの人。あ、でも強そう、なんかスルーパス。うん、強そうですね、この選手は。なかなか、やばい、やばみの極みって感じの引き。いやー、ラスト誰でしょう。噂のセンターバック来るのか。左、8番、サウル。サウルさん、いやー、CMF できるサウルさん。いや、中盤、
いや、必要ですよね、サウルさんみたいな選手。中盤できる選手欲しかったからちょうどいいや。守備も結構まあまあいいし。じゃあちょっとジョアン・フェリックスの前のやつ持ってまして、詳しくてレベマにバカしないかな。いや、前の38なんですよ、金玉で。いや、この時レベル38で総合93だから、いやー、これもう全然違うわ、昔のフェリックスと。一番最初のジョアン・フェリックスかも、僕の。コレジェンド・フェリックスと、今回最強フェリックス、全然レベル違うっすね。いや、どこだっけ。いや、フェリックスの顔が見当たりません。あ、ルンメニアの下にいた。うわ、なんか全然、なんか顔の写真変わっちゃったから。まあ、とりあえず、全部食わしてこう、この、一緒にくっついていった。トレーナー、スペシャルトレーナー。いや、いくつだ。うわぁ、46000、全然、うわ、レベル21、あ、でも96まで上がんじゃん。レベル21で。うわ、全然違うっすね、今回の。今回強すぎて、やばみ。じゃ、すいません、ありがとうございました。